角野立のお祭り。角野立のお祭りは、秋田県仙北市の角野立地域の陳樹である、新名社と常住院役師堂の祭りで、毎年9月7日から9月9日に行われる。角野立祭りの山行事として、重要向け民族文化財に指定されている。林の名称である小山林を、祭り全体の名称として使うこともある。旧角野立町は、 佐竹北家の城下町として発展を見た町で、武家の居住する内町と町人の住む外町に分かれていた。祭りは外町を中心に行われ、佐竹北家日記元六七年、1694年に、鹿島祭りとしてみなされるが、神仏分離令などの影響を受け、明治初期以降を曲折を経て、現在では7日に新名社の良い祭り、8日に、 新名社の本祭りと薬師堂の宵い祭り、九日に薬師堂の本祭りが行われている。角の立のお祭りの山には桶山と引山があり、桶山は新名社取り前と薬師堂前、盾町の十字路などに置かれている。引山は毎年組み立てられるもので、かつての邸内を単位に運行され、以前は無事に自らの邸内に戻ることを評価したという。 参拝や上揚に向かうのが、り山。それらの目的を終えた引山が、下り山とされる。邸内や引山は、独自にその文化を継承しているため、各邸内の考え方によって同じものごとも違う、意見を持っている。祭典の三日間、各邸内には、針り番と呼ばれる、管理部署が置かれ、常に数人が詰めている。現在の町内ではなく、 かつての邸内の教会で区分され、かつての邸内名で呼ばれる。現在の邸内名、教会と必ずしも一致するわけではない。教会は、角野立町共通の地図などがあるわけではなく、各邸内で伝承されている。伊賀順不動、八地町、山根町、旭海横町東部横町西部東部城、新町へ、新町岩瀬町、栄町下新町下,新町下岩瀬町,岩瀬,町岩瀬。 上庭岩瀬本町岩瀬中庭岩瀬浜庭岩瀬玉川町駅前駅通り菅沢中町下町七日町最小学町大横町最小学町二区北部南湖通り桜美町西野川玄大塚湖活電新町東部岩瀬下田野庭川原町町内岩瀬小楽町小立。張番は各庭内を管轄する存在でありその管轄している 邸内においては必ずハリバ番の指示に従わなければならない。ハリバ番は格の立ての祭典において最高権力を有している。核ハリバンには年番長と呼ばれるハリバン運営の責任者がいる。引山が邸内で何かをする場合、ハリバンの許可がいる。例えば引山がどこかの邸内に入りたい場合、ハリバンの許可が必要である。また、引山同士が向かい合い、 状況打結が難しくなった場合などは、朝廷に赴くこともある。張り板の仕事は多岐にわたるが、権力を有する分だけその責任もまた大きいため、年番長は、引山の責任者を経験したり、長く、採点に携わっている、経験豊富な人が選ばれることが多い。引山は、角野建の採点初期から存在する9つの、邸内と、 比較的歴史が浅いその他の邸内がある。また、かつては、引山は、邸内の所有であったが、現在では、中央通りと本町通りの匹山のみが庭内産で、あり、他の匹山はその邸内若者有志の管理となる。かつては存在したが、今は合併しなくなってしまった匹山もあるが、比較的大きな邸内が分裂して二つの匹山になることもあった。 木材、主に奈良で組まれ、各所はボルトで締結されている。電線が通る明治期前は、現在の桶山のように大きなものであった。また、引山はもともと今のように引き回すものではなく、担ぎ山であった。そのため、今でも前後左右の最も太い木は、単、木と呼ばれている。現在では四つの車がついている。また、 昔は縄で組まれていたが現在では金具が使われている。前短期、前短期、横短期、横短期、後短期、後ろ短期、欄干、人形、木子、車、引き手用ロープなどから構成される。総重量はおよそ3トンとなる。引き山を統括し、その引き山を運営する上での最高責任者。紅白のタスキをかけ、各定内に3から4名いる。その中に、 正責任者と副責任者がおり、引山の運営を任される。交渉員は、いわゆる外交員のことである。法実する交渉は、交渉員と責任者のみが行える。引山を動かす、先導の役割を担う。引山の全部にある部隊の上で笛えと自らの声で、若者を統率し、引山を動かす。 最も目立ち、最も一気に見えるため、先導を志す若者は多い。先導はまさに花形である。引山と引山が向かい合うと、交渉員と呼ばれる黄色のタスキをかけた若者によって、交渉と呼ばれる話し合いが行われる。交渉では、各々の,の引山の現状確認や、道の優先権を主張し合うが、原則として、り山に通行の優先権がある。交渉は、 原則2名にて行われ、そこで話し合われたことが、引山の意向となる。また、邸内を賑やかしている引山が各家々に手踊りを披露する際も、交渉員が初めにその家を訪ね、引山の意向を伝える。基本的に引山の意向は交渉員を通して伝えられる。引山同士が交渉を重ねても、双方が下り、引山の場合などは、 お互いに通行権を主張し、話が折り合わないことがある。そうなった場合、交渉は決裂し、激突に及ぶこともあり、さらにそれが時として、深夜にまで及ぶこともある。引山ぶつけは上になった方が勝利などというものでは、なく、交渉によって決着する。交渉によって解体され、状況が打開される。その後は、各々の目的に向かってさらに引山を運行する。 引山が交差などする際、誤って相手の引山にぶつけてしまった時などは、問答無用で引山ぶつけに突入することもある。引山ぶつけは激しく、情熱的であるが、祭典の中の一場面に過ぎない。例年祭典中日に、主に観光客の観覧を目的とした、観光用激突が行われる。これは、時間と場所、組み合わせを、あらかじめ設定。 表明して行われる激突である。八尾町などと呼ばれることもある。目的は観覧であるため、勝負ではない。時間を設定しているが、運行の具合によって、若干の遅れが生じることもある。極めて稀ではあるが、中止されることもある。小山林、小山林、小山林など様々な表記がある。楽器は、忍へ、獅子伝生七月五号調子。 または七結六本調子が通例、大太鼓、小太鼓、鼓、すりかね、三味線の構成からなり、奏者は一人ずつである。祭りの際は、出汁の内部に楽器と奏者を乗せ奏者は乗って、演奏する形になる。基本的に、引山運行中は、林が途絶えることがない。林を演奏していない引山は、四引山とみなされ、引山としての機能を失う。 ただ、休憩中など一部の場合は除く。引山にとって、林は、極めて重要な役割であり、林が演奏されない限り、引山を運行することはできない。小山林にも多くの流派があり、各林方によって、曲の節々が微妙に異なっている。確定内の引山にはそれぞれ違った林方が、載っている。乗り込む人数などに関しては、 特に決まっておらず、何人乗っても良いが、引山の構造上大人7人から8人が限界と思われる。林の曲それぞれに意味があり、どの林を演奏しているかがその引山の状態を表している。引山には必ず数人の踊り手が乗っている。小さな子は3歳ぐらいから、大人になってもおおよそ20代である。一年を通して稽古に励み、 引山に乗るまでには相当な努力がいる。祭典では必ず二人一組で踊るが、息の合った踊り手は、横から見ると一人で踊っているように見える。二人が重なって見えるためである。激しいとされる祭典に、性の美しさを添えている存在である。踊り手は、モンツけ、かすりと呼ばれる二種類の服装をしている。モンツけの色は、紫が本来の色である。紫は、 古来より、最も格式が高い色とされ、その起源は、かに十二回まで遡る、角の盾てのお祭りにおいても、上主への奉納の舞などの場においては、必ず紫の着物を身につけ、踊ることが伝統であった。引山はそれぞれ、必ず、何らかの状態に属してる。引山の状態が交渉に大きく影響する。大きく二つに分類すると、上山。 下り山である。確定内、各個人で考え方が違うため、すべての場面に当てはまる規則はないが、一般に上り山には道を通行するにあたり、優先権があるとされる。目的に向かって運行している状態の引山、上り林を演奏している。目的を得た引山、道中林などを演奏している。九月七日、九月八日、九月九日引山の行動として、七日は、 新名車参拝、8日に観光用激突などある程度決まっているものもあるが、基本的には引山の動きによって変化する。従ってどうなるかは予測できない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。